US シネマ千葉ニュータウンは、千葉県印西市牧野原2丁目にある千葉工業が運営するシネマコンプレックスである。千葉ニュータウン地域発の大型シネマコンプレックスであり、ジョイフルホンダ千葉ニュータウン店に隣接する。2005年8月6日に、日活株式会社が経営、運営するシネマコンプレックスシネリーブル千葉ニュータウンとして開館。 シネリーブルを冠した劇場としては最もスクリーン数が多い映画館であった。2009年4月1日より日活が東京テアトルと業務提携したため他のシネリーブルブランドの劇場と共に東京テアトルの運営となった。2009年10月10日にはエグザイルの松本敏夫が主演した映画ロングキャラバンの舞台挨拶でシネリーブル千葉ニュータウンを訪れている。 2011年3月11日の東日本大震災でシアター7の天井が崩落するなどの大幅な損傷を受けた。復旧には多大なコストを必要とするため、東京テアトルは運営再開を断念。運営を引き継いだ千葉工業がシネマックス千葉ニュータウンと解消した上で、同年7月9日よりシネマ1から6の運営を再開し、同年11月26日に、 全シネマが再開した。2012年3月18日、スター・ウォーズ・エピソード1、ファントム・メナス 3D 版の公開記念で、レア・オーガナ役のキャリー・フィッシャーと、アナ・キン・スカイ・ウォーカー役のジェイク・ロイドが、シネマックス・千葉ニュータウンを訪れ舞台挨拶を行った。2014年9月27日、原始の公開記念で、千葉県白石出身の俳優、吉木亮と、 同作の監督を務めた藤道人がシネマックス千葉ニュータウンで舞台挨拶を行った。2015年6月26日より US シネマ千葉ニュータウンに館名変更。体感型上映システム4デラックスを導入しリニューアルオープンした。2017年1月28日。 曖昧宝物と話せるようになった女の子の話の公開記念で出演した上西めぐみと門脇かな子、おかずクラブらが US シネマニュに歌うんで舞台挨拶を行った。映写室数は10スクリーンあり、総座席数は1729席。全席フットレスト付けで全館バリアフリー対応となっている。全館にデジタル音響システムを備えているほか、 二番目に大きい映写室シアター8には 3D デジタルシネマシステムを設置。またシネマックスに改称してからはソニーデジタルシネマ 4K を全スクリーンに導入している。シネリーブル時代からレストランイタリアントマトカフェジュニアが2階に併設されていたが US シネマへの解消に伴い2015年5月24日付で閉店している。ありがとうございます。